そんなの俺に聞かれてもわからないよ。なんでそんなこと聞くんだよ。おかしいよ、みんなおかしいよ。お帰りなさい。遅かったじゃない。どこをほっつき歩いてたのよ。ホムラ、光。さあご飯にしましょう。今日はレックスの好きなものたくさんこしらえたんですよ。はい、たくさん食べてね。パン、どれがいい？ああ、それじゃあ、それと、それを。はい、どうぞ。ありがとう。そうだ、ワイン飲む？で、レックスはまだ無理か。光、何かあった？何って？いや、なんか妙に優しいからさ。やだ、私いつもこんなものよ。そうかな。ああ、もうレックス、食事の前に手を洗わないなんてお行儀が悪すぎます。さあ、早く手を洗ってきてください。ああ、ごめん。なんだか光みたいだな、ホムラ。ちゃんと洗いました？うん、大丈夫。じゃあ、いただきましょう。いただきます。いただきます。おいしい。当然です、この私が作ったんですから。今度は私が作ろうかな。ひかりちゃんはダメ、料理下手でしょ。なんで？いいじゃない、私だってレックスに料理作ってあげたいもの。ダメです、レックスがお腹壊したらどうするんですか。ひどい、いくらなんでもそこまでじゃないわよ。まあまあ、二人とも、俺どっちに作ってもらっても嬉しいよ。嬉しい。レックス、なんでかな、俺なんでこんなとこに来ちゃったんだろう。みんなが違うんだ、みんな俺のこと。でも二人は、俺何か悪いことしたのかな。もうやめましょう、父様。
みんな…レックス…なんでみんなここにおんのや。ワイは確か…見たかったのだ。お前たちの心の形を。この声は…あんたは？私の名はクラウス。この世界の創造主だ。お前たちの姿をずっと見てきた。何を考え、何を望み、何を成し得てきたのか。さっきのはあんたが？そうだ。今のお前たちではない別の形、もう一人の姿、それを見たかった。もう一人やて？なんや、みんなあんなもん抱えとる言うんか。あれがワイらの本心言うんか。まさかカメちゃんも？どうやらお前らも似たようなもん見せられたみたいやな。気色悪い。何様のつもりや？あれはお前たちが抱えている恐怖だ。わけわからん。あなたは何が目的なのです？あまり気分の良いものではありませんでしたが。幾清掃の時を経て人がどう変わったのか、どこへ行こうとしているのか、それを確かめたかった。失望したか？いや、今私の前にいるのは今のお前たちだ。それで十分だ。神様、俺はフォムラと出会ってここまで来た。ここは本当に楽園なのか？あんたは？すべてを見せよう。私の、そしてこの星の記憶を。かつて世界では今とは比較にならぬほどの生存競争が繰り広げられていた。その姿は醜く、しかし美しくもあった。人は何のために生きる？誰のために？己のためだ。渇望し追い求める姿は人に備わった本来の姿だ。だが私はそれを良しとしなかった。人に対して絶望していた。私はその解決を外へと求めた。ある日、私はゲートと出会った。それが何のために我々の前に現れたのかわからない。だが、それはある可能性を秘めていた。可能性？我々の世界は一つだけではない。多くの世界が互いの存在を知覚せぬまま重なり合って併存している。ゲートはそれら多元的な世界をつなぐものだった。私は禁断の扉を開いた。それで世界が変わると信じて。モルスと呼ばれる大地をお前たちは見てきたはずだ。あれが私の世界の末路。私がゲートを開いたことで多くの人や物が遥か彼方の次元へと消えていった。
残ったのはモルスの地の廃墟と私の半身だ。その体は、私の半身はいずこかの次元に存在する。だがそれももう消える。消えるとは？向こう側の私がついえる時が近づいているからだ。父様が？私は愚かだった。愚かであるがゆえに全てを失った。私は残ったこの半身の消滅を願ったが、それは叶わなかった。これは罰だ。神が私の犯した罪に下した罰なのだ。神、私ができることは一つだけだった。犯した罪を償うというな。私はこの世界を再生させると誓った。まず私が作ったのは、崩壊した物質を再生する能力を持った分子体だった。お前たちが雲海と呼ぶものだ。雲海は接触した物質を分解し、かつて世界を作り上げていた物質へと再構成させる力を持っている。そうして崩壊した世界を私は少しずつだが再生していった。次に私は生命の再生を行った。かつて存在した全ての生命の記憶を持った素子、お前たちがコアクリスタルと呼んでいる物質を雲海へと放った。放たれたコアクリスタルは雲海の分子構造と結びつき、新たな生命核を形成した。生命核はやがて微細な生命体アルスへと変化し、それは次第に大型のものとなっていった。やがて宿した生命情報をもとに、アルスたちは純粋な生命体を生み出した。生み出された生命体は長い年月を経て新たな人間となっていった。我々はそうしてこの世界に誕生したのか？だが、そうして誕生した世界を私は信じていなかった。また繰り返すのではないか。また私のようなものが現れるのではないか。その疑念を払うために私はもう一つの計画を実行した。それがブレイドだ。ウーシア、ロゴス、プネウマと呼ばれるトリニティプロセッサーがその要だった。しかしウーシアは時空転移現象と共に消えていた。私は残されたロゴスとプネウマにブレイドの管理を任せた。メツとホムラ、今はそう呼ばれているお前たちのことだ。プネウマ、それが私。管理とは？ブレイドの中核であるコアクリスタルは、外界からの到達や同調した人間の生命体としての情報だけでなく、その人間との間に培われた経験や感情までをもロゴスとプネウマへ送る機能を持っている。送られた情報は蓄積され、
新たな進化コードをコアクリスタルへと送り返す。送り返された進化コードはさらなるブレイドを生み出し、そのブレイドはやがてアルスとなり、次なる生命体を創出してゆく。命の記憶の循環は私は作り出したのだ。なんと遠大な、気の遠くなるような話じゃ。俺たちはそうやって命が繰り返されることによって生まれた。元の世界の犠牲と引き換えに。そうだ。だがわずかに生き残った者たちもいた。お前たちもモルスの地で見てきたはずだ。生きながらえた人の姿を。あのモンスターたちは、もしかして元は人間？本来、コアクリスタルが人の脳細胞の代わりとして生み出された。永劫の命を求めた人の業の結晶だ。その慣れの果てがあの姿か。だがそれはブレイドをアルスを作り出す短所ともなった。それを礎と見るか犠牲と取るか、答えはそれぞれか。そうして誕生した我々は、あなたが思うように変わっていたのでしょうか。どう思う？私にはとても。そう、先にお前たちが体験したあの幻、あれもまたお前たちの持つ心の側面だ。そしてあの男、マルベーニ。人は何かを失った時にその理由を求めようとする。自分の中に、他人の中に、誰かに定義してほしいのだ。お前は何者なのかということを。なんと孤独な存在か。しかし、それもまた人なのだろう。私はそれらすべての情報に触れ、そして確信した。お前たちは、かつての私たちから何一つとして変わっていないと。だから放置したのだ。500年の昔、あの男がここへとたどり着いた際、ロゴスとプネウマを持ち去ったことを。ブレイドとして実体化したロゴスが世界を消滅させようとしたことを。おかしいよ。世界を再生したかったんだろ。ならなんで。運命。運命。そうなる運命。そうにしかならない運命。私の罪は永久に償うことができない。そんな。定款だった。私は再びただ消えることを望む。だが何かが変わった。それがレックス。お前とプネウマだ。俺とホムラと光。本来あり得るはずのない再同調。そして命の共有。そして世界の消滅後、
沈黙を守り通していたゲートが再び動き始めた。レックスよ、今お前とプネウマが行使している力はゲートの力だ。遥か次元の彼方から漏れ出してくる我々には知覚し得ない力なのだ。もしかしたら世界は変わるのかもしれない。この振動はロゴスだ。メツはこの世界すべてを消し去ろうとしている。なんだって。あれも元はお前と同じプロセッサー、善も悪もない。あれを突き動かしているのは衝動だ。マルベーニという人間が抱いた絶望だ。そうか、やっぱり俺があの時感じたのは間違ってなかったんだ。レックス、レックス、お前の望みは決まってる。滅を止める。止めてどうする。一発ぶん殴って、それから酒でも酌み交わすかな。サルベージャーの合言葉その6、殴り合った後は飲んで忘れろ、忘れた後は肩を組めってね。まあ俺はまだ飲める年じゃないんだけど。そうか、プネウマ、いやホムラと光か。何でしょう。すまなかったな、お前たちに全てを背負わせてしまった。いいえ、感謝してます。父様のおかげで私たちはレックスに、みんなに出会えた最高の思い出です。父様、ここの全ての情報と権限をお前に譲渡した。役に立ててくれ。はい、レックス。何だい。私はもうじき消える。その時ゲートもまたこの世界から消えるだろう。お前たちの力を行使できる時間は限られている。分かった、なんとかやってみるよ。頼んだぞ。クラウスさん、世界のことまだ諦めてる。今はお前たちに出会えてよかったと思っている。そっか、なら俺の答えと同じだね。ありがとう、俺たちを産んでくれて。私は再び君に向き合えるだろうか、ガラテア。ホムラ、メツはどこ。彼がいるとしたらあそこしかない。どこ、教えて。すべてのデバイスの要、世界を破壊するためにだけ作られたデバイス、アイオン。アイオン、メツの言ってたやつか。
よし、そこに行こう。よろしく頼むわね。やっと出番か。見つけたぞ。一つ思い出が増えたわね。本気でアルストを消滅させるつもりか。急ごう、みんな。見せてやろう。最善を尽くそう。
いただき。だ。見つけたぞ。一つ思い出が増えたわね。開演に間に合ったな、小僧。ここは特等席だ。って、なんだか義経みたいな物言いだな。義経は死んだよ。弁慶も。信も。だろうな。それだけ？涙流して弔辞でも述べろってか？それが何になる？あいつらは消滅を望んでいた本望ってやつだ。なら笑って送ってやればいい。熱、本心か。あ？それが本心なのか。熱、言ってる意味が分かんねえな。気づいてるんだろ、それが自分の意思じゃないって。マルベイニから刷り込まれたものだって。だったらどうなってんだ。改心しろとか生っちょろいセリフ吐くんじゃねえぞ。その通りだって言ったら。なら舐めてんじゃねえぞ小僧。ブレイドがアルスになるとか、そのアルスから人間が生まれたとか、そんなことはどうだっていいんだ。なるようになりゃいいけどな。あいつは全てを失っていた。何も望んじゃいなかった。自分が生きることさえもな。それでも自らの命だけは絶たなかった。絶てなかったんだよ。消えるのか、寂しいわ。言葉は呪いだ。
その呪いに縛られていたがゆえにな。ひどい話じゃねえか。ひどい世界だろ、ここは。その世界にお主もおることを忘れるな。お主がおらねば、マルベーニがおらねば、シンもラウラも別の道を行っておったろ。ご明察、その通りだ。伊達に年は食ってねえな、ジジイ。俺もひどい存在さ。醜悪で救いようがない。だから終わりにしようや。届いていないの？父様の悲しみは、思いは。届くわけはねえだろ。それは俺の役目じゃねえ。この者、まさか。全身全霊で全てでもって示してみせろ。お前たちの意志を、この世界に立っている意味を。
いいぞ。この方、任せて。回ってくれましょう。こいつは休んでもいい。いいね。あとは私がやる。いい。敵が見えてる。ダッシュ。アンカーソフト一つにできる。あー、見つめろ。ほっか追加します。食べれろ。入れましょう。食べストロングキャノンボール。できた。手を持ちなさない。このドローンを決めてくれ。見ててビビームストライクコンセントレーション。エクスタいいね。あー、私がいるか。犠牲、私の力を使って。行くわ。
レッカ死ねえ。光リトレートハッバッカーショットハッソキャー参ります。よくぞいっけレッカ正解の鎖レイジスウェイ、ヘビークブレイクキムラロング魔法指示されたし力を放て。いや誰も死なせない。いっけー！ヒリーヌストライド！
アントランプ。やってえか。オッケー。いいね。調子が出ない。リトネーションキッ。優れな。セイバースラッシュ。今ですよ。大丈夫、まだいけるよ。やってえか。やったるで。トキャ参ります。ここだ。やめるな。ありがとう。タイガー、いいね。しっかりやるな。崩れろ。ヘビーブレイク。ストロング。下がっとけ。レックス、よろしくお願いします。そうだ。アンカーショット。キスレイン。決めてくれ。ライトニング。マスター。オーバーロード。サンダービー。全てがなくなる。断絶の表層。いいね。崩れろ。キャノンボール。ストロング。光。私が来たからには。ほら光ちゃん。ここは風が必要です。すぐに揃いましょう。わかりました。やっていこう。守ることを。行くわ。いいぞ。ナナコーイ。私たちちゃんと力を一つにできます。行くよ。レッツ。潰れな。セイバープラッシュ。ビッグリデンプション。トキャ参ります。焼かせるもんか。お嬢様。リャッコ。何のこれしき。心配は無用です。でもまだ見えないか。デバイスを止めろ。メス。見えねえな。そんな程度で世界が変わるかよ。変わるんだ。そのためにここまで来たんだ俺たちは。なぜそこまでする。誰のために、何のために。誰のためでもない。そうすることでみんなが笑えるなら、命がつながっていくなら、それが俺の役目だからだ。シンに言われたよ、あんたを頼むって。シンは消えたかったんじゃない、あんたに命をつなげたかったんだ。自分に道を示してくれたあんたに。それで何人が死んだと思ってる。許せるのかお前は。許せるわけないだろ。でもそれが俺たちのいるこの世界だ。ならその中で
前に進むしかないんだ。あんただってそうやって進んできたんだろうに。僕たちは僕たちの力で神を切り、そして未来を切り開く。急ぐんだ。その時はもう目の前に。これで
ジーク、よく狙いを。決まった。爆発するのはこいつですか。俺たち聖杯同士が戦うなんてよ。お前らにはこれで十分だ。トキャー、よくぞ。いっけー、聖杯の鎖。相手の出方をよく見るんだ。崩れろ。ストロング、ほーや。すごい。キューバナ、セイバースラッシュ。預ける。うん、俺たちは誰も止められない。リデンプション。トキャ、参ります。イキャノン。大大スミッション。いいね。私の力をお使いください。よくぞ。消えてくれ。超無鉄砲。来た。心配無用や。しっかりしてるか。レックス、くたばるには早い。やれるわ。オッケー。アンカーショット。今ですよ。はっ、鳴らしないぞ、ジーク。なかなかいいじゃない。よっしゃ。そうなっちゃいいはずやな。いいね。敵の属性がここに。いいね。行くよ、レックス。リデンプション。トキャ、参ります。俺も呪われる手加減無用です。運命ってやつだ。諦めろ。俺は無用だ。レックス、身を守れ。しんちゃん、心配すぎだよ。着々これが無理。ダウンスピンエッジ。やっと伸びてきたな。ライトニング、魂の威嚇だぜ。リデンプション、セイレンバスター。こっからが本物。レックス、くたばるには早い。ジミお願い。サンキュー、ジーク。すごいな、いくよ。やっぱりダメだ。オンに切る。いいね。進めないぞ、ジーク。拾って拾って。トキャ、俺はな敵だ。ずれろ、レイジー。攻撃だ。ほどバッシュ決めてくれ。レッカー、ライトニング。バッター。いいね。これでダブルシーエッジ。やれるわ。アンカーショット崩れろ。7ポーリー。あとは私がやる。早く敵を引きつける。タイガー、ここで畳みかける。やらなくちゃ。消えろ。やらなくちゃ。
デカちゃまだ。お前たちはサーブ。しっかり隠し。そうだ。アンケルさんたち。死ね。今だ。ホムラ。これで。いいぞ。ここで畳みかける。オッケー、やらなくちゃ。愛の出番じゃな。ごめん、セイバーチャージ。大丈夫だよ、今ですよ。タグチ、ホムラ、よろしくお願いします。ここで畳みかける。光、アンカーソード、一人でいいな。息を合わせて。まずは俺、いけ。覚悟しなさい。メレフ、任せた。作戦通りだな。かげろ。ジーク、よく狙いよ。おう。うちらのコンビネーション見せたるわ。はっ、マナコール。いけ、見せる。行くよ。ええ、私ができる最後の手向けだ。あとは託したぞ、あの子たち。楽しかったぜ、小僧。ミツ、もっと早くお前に出会ってたなら
いろんな世界が見えたんだろうな。だがそれでも俺があんたのドライバーだったら、そうすれば気色悪いことを言うな。俺のドライバーはやつだ。それはそれで悪かねえ。ようやく見つけたようだな、メレフ様。己の存在意義を。はい。正直羨ましいよ。ほとんどの人間はそれを見つけられないままその生涯を終える。私は見つけられるだろうか。もうあるやろ、アンさんは。それでもまだ足りん言うんやったら、それは次の世代に渡したらええ。そうだな、その通りだ。するにそこに行けばなんとかなるんやな。分かった、五層下だね。急ごう。青龍さん、花ちゃん。うん、なんじゃと。そんなことできませんも。お願いします、二人にしか頼めないことだから。でも花ちゃん、約束ね。あれはお願い。Thank you.
前さんは。崩壊を止めるためにはアイオーンに残された力を使って世界樹全体を消滅させるより他に方法はないわ。みんなはその脱出艇に乗って急いでここから離れて。残された力ってホムラ、何考えてんだ。大丈夫だよね。世界中を何とかしたら帰ってくるよね。待ってて、俺もそっちに行く。くそ、ワイヤーが足りない。そうだ、花、花ですもん。できませんもん。できないってなんで。約束なんですもん。ホムラ、レックスが必ず花を頼るもって、絶対手を貸しちゃダメもって。なんでそんなこと。頼む、お願いだ。俺をあっちへ連れて行ってくれるだけでいいんだ。そしたらみんなはここを。レックス、ちょっとだけ、ほら、あそこに行くだけでいいから。レックス、じっちゃん男なら背を向ける覚悟も必要じゃ。なんで、なんで。あの子の願いを叶えてやれ。じっちゃん、もういつまでも子供じゃおれへんで。惚れた女の気持ち受け止めてやらんかい。それが大人になるっちゅうことや。レックス、君たちとの出会いに礼を言いたい。Thank you.
コアクリスタルが。もう一人で大丈夫だね。ホムラ、ホムラ、初めまして、そしてよろしくね。しっくりくるわい。じいちゃん、降りるぞ。
みんなしっかり捕まっとれ。雲海が…アルスが…いない。そんな…みんな消えちゃったの。間に合わんかった。モルスの地ですもん。世界には廃墟しか残されてへんのか。亀裂を超えるぞ。見て。アルスたちが大地となっていく。そうか、これが神、いや、クラウスという男が語っていた世界の再生。じっちゃん、こんなところにあったんだ。やっと届いたね。
Final day has come to an end. It's gone for good. I would then slowly close my eyes and be cuddled by the shining memory beams. It will trace back all the memories with you. That's the only wish I have. The last day with you was truly magical.
Thank you.
行くよ。ええ面倒くせえ力だな。ああ、それが取り柄なんでね。なんでこれって氷？まさか芯？その通り。これがこいつの本来の能力。いくらてめえの再生力がすごかろうと、物質の動きが停止する絶対零度かじゃ、クソの役にも立たんぜ。絶対零度だと？これで思う存分切り刻める。やるぜ、シン。レックス！いや、
暇はねえだろうが。メレフ、そのまま動くんやないで。残念だったな。チッ、花くらえですもん。邪魔だ。花、ドラ。こんなところで倒れてたまるか。もういい、やめて。レックス、私たちに関わらないで。そう、これが私たちの望み。私たちの力はレックスたちを苦しめるだけ。それならそんな力なくなった方がいい。楽園に行きたいって言いましたよね。私たちの本当の望みは楽園に行って父様に私たちの存在を消してもらうこと。それがこの世界のため。だから放っておいてくれればそれでいい。放っておけるかよ。傷を一つ受けるたびに君の痛みが伝わってくる。痛みが一つ増えるたびに君の心が泣いてるのがわかるんだ。なんだ、いよいよ頭がいっちまったか。目の前で女の子が泣いてるってのに、そんなの放っておけるわけないじゃないか。ここで私たちがいなくなっても、あなたはいつか楽園へと行ける。だから。それじゃあ意味がないんだ。俺は君と行きたいんだ。楽園に君と二人で。約束だろ。俺は君のために楽園に行く。君一人だけのために楽園に行ってみせる。だから行こう。そして確かめよう、君が何のために生まれてきたのかを。俺たちと君の未来がどこに向かおうとしているのかを。俺を信じてほしい。俺は君のために二度と世界なんて焼かせない。だから君の全てを俺に、この俺にくれ。これが私たちの全て。私たちはこの力を与えられて生まれた。それでも君は私たちが欲しい。なあ、この世界好きかい？ええ、ニアもトラ君も青龍さんもみんながいるこの世界が大好き。なら行こう。ごめんね、レックス。でももう大丈夫。もう迷わない。これは、その方がかっこいいでしょ。サンキュー。みんな行くよ。おう、リベンジだね。
えば遠くまで来たもんや。出発しようか。